女子の卵を知ってるかい朝鮮人部落を知ってるかい朝鮮人に石投げて投じって逃げてた女子日本日本人だってこと知ってるかい女性学校を知ってるかい島地ごり政府に気ぃつけちゃって青年が逮捕された町あれだ。 朝鮮日本で一番遅れた町あれだあられよ在日朝鮮人差別の町へえ中金子在日朝鮮韓国人の町金子最一郎市長の町 よしよ、決議必要の町。何がどうも必要の町。独裁者の町。やれだ。やれるよ。ぬかだ。バニシケみたいな朝鮮人が目立っちゃ一番じゃ困るんだよ。使用新聞にチョコリは出さねえよ。 島ちゃこりな子供なんて知らねえよ俺は長友よしきだ長友悪気だろ俺は蟹式だたった一枚塩新聞に子供のちまちょの姿を書いてくれれば俺は教師からさっきやるって言ったのに教師は田作り知ってるかい人間集団に書いてあるよ田作りじゃねえよ田作りなんだよ 豆腐は染め物文化多様古風長者を知ってるかい宇田天神におこもりして技術を学んで染め物を先祖に教えたのさ大白糸体その名が残っているよ。 朝鮮人が情報を作ったのさ金子もイルマガーも調布市役所困るんだよ金子ちゅろいとで金子ろくろと秘密金子ナンバだ男女 上司だよ金子族が地方を作ったのさ近藤勇も小魔人長友市政暴力市政なんだよ長友市長独裁者なんだよ 朝鮮人は追い出せ暴力差別無視無言俺が指示してんじゃねえよ自分でやったことにしろそうしたら天下りでいいとこに行かせるよ素焼き実長だおい自分でやったことにしろよ おい助役も知らねえよ小林一成ああ俺は真面目な市長長友義樹だいふざけんない長友悪気だい川西京が怒ってんぞエレベーターの中で なんだこの野郎また市長が言っちゃったやばいただいまの単体目個人目すべてフィクションですが真実のところもたくさんありますよ違ってたらごめんなさいでももうみんな知ってるんですよフィクションでお送りいたしましたより良い姿勢になりますように
自分を犠牲にして申し上げました。私が犠牲になって良くなってほしいのです。